はい、えー、松本人志ワイドナショーを卒業松本人志3月いっぱいでワイドナショーを卒業富士が正式発表はい今日はねあのー、松本人志が3月いっぱいでワイドナショーを卒業するってことが話題になってて、まあ、さっきねフジテレビが正式に発表したってことで話題になってるんですけどこの情報をちょっとね皆さんに共有したいと思います。 フジ、えー、テレビは 6,、えー、6日4月期改編の記者会見を開きお笑いコンビダウンタウンの松本人志が3月いっぱいでワイドナショーを卒業すると発表した、えー、同番組は東野耕司らが MC を務めコメンテーターに松本と豪華有名人を迎え芸能ニュースから時間へ時事問題までさまざまなテーマで徹底とん 討論するええー、2010年の放送開始時は深夜分か放送されててが14年4月かあちょっとねもうめんどくさいんでちょっとあのここ走りますねはいまあ端的に言ってまあまっちゃんがねワイドナショーをあの卒業するってことなんですけどこれについて思ったのは <laughs> 嬉しいですねまあなんでかっていうとあの松本人として思う思うないんですよこいつはい、まあ、どういうことかっていうと あのま,あ、ま松本人志、まあ、まっちゃんってあのーまあ、キャリアがあるだけで、まあ、つまんないんですよ、本当はい芸、まあ、がないというか、はいまあ、最近だとね漫才もコントもやらないしはて、い、まあ、てかまっちゃんだけじゃなくてまあ、相方のね浜田も含めてね、まあ、ダウンタウンってつまんなくてオワコンなんですよ。はい だからね、これはねあの、ワイドナショーを卒業っていうよりは、まあ、クビになったんでしょうね、これはね。はい。まあ、俺の憶測だと。はい。まあ、正直ね、まあ、松本人志ね、まあ、つまらんかったんで、まあ、正直ね、あのー、まあ、3月いっぱいで卒業してくれるってことで、本当ね、おめでたいし、嬉しいなと思いましたね。はい。<laughs> まあ、なんだろうな、まあ、次、どの番組に出るのか分かんないですけど、 まあまあつまらんからね松本人志ははいまあ、正直ねあの卒業はね本当に嬉しいなって思いましたねはいということで終わりです